第54戦闘航空団グリュンヘリツは、ドイツ空軍の戦闘航空団の一つ。第二次世界大戦において、主に東部戦線を戦い、第52戦闘航空団に次ぐ、第2位である9600機の撃墜数を記録した。所属していたエースパイロットは、バルター・ノボトニー、オット・を切ってるキュンター・リュッツオマックス・ヘルムート・をステルマン、エミール・ラング、ディートリヒ・フラバク、 ハンネストラウトロフとベルナーシュロアーラである。第54戦闘航空団は標準的ではない迷彩パターンでも知られている。例えば、1941年から1942年にかけてのレニングラード方面では、ブラックグリーンとダークグリーンのスプリンター迷彩、黄色の騎士仮面と翼炭仮面などである。第54戦闘航空団大愛飛行隊は、 第70戦闘航空団大愛飛行隊として1939年7月にニュルンベルク近郊で編成された。舞台章はこの都市の紋章に由来するものであり、発足の地を表している。1939年9月15日に第54戦闘航空団大愛飛行隊へと解消された。第54戦闘航空団第2飛行隊は、 第138戦闘航空団第愛飛行隊から解消された。この部隊は1938年のアンシュルスの後に編成されたため多数のオーストリア人が加わった。短期間だけ第76戦闘航空団第愛飛行隊となり、1940年4月に第54戦闘航空団第2飛行隊となった。 第54戦闘航空団第3飛行隊は、プロイセンの G ソ地域の隊員により編成された第21戦闘航空団第1飛行隊を起源とし、1939年7月15日に解消された。しかしこれは、ドイツ空軍の官僚主義により、年度を超えて書類に反映されたようなものである。ポーランドとフランスでは、第54戦闘航空団第3飛行隊は、 第21戦闘航空団第愛飛行隊として戦っていた。第54戦闘航空団が最初に実戦に参加したのは1939年秋のポーランド侵攻であった。第2飛行隊と第3飛行隊が参加し、その間第愛飛行隊はヘルツォンゲンアウラハに残った。この頃の部隊は BF-109D を装備し、地上攻撃。 制空戦闘、急降下爆撃機の護衛などの任務を行った。そして数名のパイロットがこの戦役で勲章を受けた。ポーランドでの成功の後、JG54 は1939年10月9日にドイツへと戻り、西部と南部の飛行場へと移動した。フランス本格侵攻前のマやかし戦争の間は、主に防空任務にあたり、国境地帯での哨戒飛行での交戦は、 フランスとイギリスの偵察機との小競り合いに限られた。この頃、部隊は BF-109E の装備を始めた。1940年5月になると近郊は破られ、フランス侵攻は本格化し、ドイツ空軍は陸軍の前進に随伴した。JG54 の任務は爆撃機の護衛、フランス上空での航空優勢を維持するための敵戦闘機駆逐などであった。これらの任務は、 イギリス海外派遣軍のダンケル力撤退が終わるまで継続された。5月10日から7月21日のこの戦役において JG54 は17機の撃墜を申請した。バトルオブ・ブリテンの前にはこの部隊はオランダへと再移動した。この主な目的は再装備とイギリス空軍の爆撃機に対する迎撃任務を継続するパイロットに休養の機会を与えるためであった。 ソーステルベルフ航空基地空襲で話題、スリー飛行隊が地上要員と装備に大きな被害を受けた。オランダにいる間にこの部隊は21の撃墜を申請した。内訳はブリストレブレニム20機、スーパーマリンスピットファイア1機である。1940年7月下旬から8月上旬にかけてイギリスに対する陸上侵攻の準備としての イギリス空軍壊滅を目標とするバトル・オブ・ブリテンが開始された。JG54 の3つの飛行隊は1940年8月6日にカレー近くの飛行場へと移動した。部隊はこの後数ヶ月にわたり最も激しい戦闘環境に置かれることになる。戦闘機部隊の働きに不満を持ったヘルマン・ゲーリングは平時からの古い戦闘航空団司令である。 マーチン・メティーグ少佐を解任し、公認としてハンネストラウトルフト少佐が着任した。トラウトロフトは人望ある指揮官として1943年7月までこの任務を続けることになる。また、トラウトロフトは JG54 の部隊賞を緑のハートと定めた。これは彼の出生地であり、ドイツの緑の心臓と呼ばれるチューリンゲンに由来するものである。 バトル・オブ・ブリテンは、ドイツ空軍と JG54 にとって、高くついた戦いであった。この戦役において、航空団は43名のパイロットを失い、これは、開始前の40%に相当する数字である。中でも、第三飛行中隊は12名から2名にまで、減少した。この犠牲と引き換えに、JG54 は238の撃墜を、申告した。最初に、 岸鉄十字章を与えられたのは、第通飛行隊長のディートリヒ・フラバック隊であり、1940年10月21日の20機撃追直後に受章した。ドイツ空軍の敗北の後、3つの飛行隊は再び別々の位置へと再配置された。第愛飛行隊は1940年9月27日から1941年5月まで。 第一戦闘航空団に編入された。第2飛行隊は1940年12月3日から1941年1月23日まで、デルメンホルスト飛行場で島民に着いた。第3飛行隊はオランダにおいての短期間の防空任務の後に同様の休養を取った。そして、第2飛行隊と第3飛行隊は短期間の間フランスノルマンと、 シェルブールにおいてノルマンディ地方の防空任務を行った。この時期の静かな状況は部隊に長い訓練時間を提供した。1941年3月29日には航空団本部中隊、第2飛行隊、第3飛行隊がバルカン半島へと再配置され、ユーゴスラビア進行においては主に鉄道に対する地上攻撃任務を担当した。また、ユーゴスラビアが 戦争前にドイツから購入していた BF-109D との交戦も行った。ユーゴスラビア降伏の後、JG54 は BF-109E から BF-109 回へと装備を変更した。大相飛行隊が航空団に戻るとプロイセンへと移動し、バルバロッサ作戦のための訓練を開始した。1942年8月、東部戦線における JG54 の BF109 ソビエトのレニングラードにて引く隊員がゲージガンを用いて整備中の JG54 の BF109 回ソビエトのレニングラードにて引く弾薬搭載中の JG54 第2飛行隊の BF1091945 年1月ブジュッセル近郊にてラジエーターに機地が飛び込んだため墜落した JG54 第10飛行中隊の テオニーベル商尉の FW190D-91941 年6月21日のバルバロッサ作戦初日には第一航空艦隊の一部として北方軍集団を支援し45機を撃墜した。1941年から1942年にかけての冬の寒さは作戦行動を妨げ続けたが JG54 の担当正面であるフィンランド、バルチック、 レニングラードは他の戦線よりも安定していた。1941年から1943年にかけての JG54 の主な任務は、レニングラード包囲戦の維持とドイツ軍の側面にあたるイリメニコに対するソビエト軍の圧力の軽減であった。1941年7月18日には JG54 は500機の撃墜を記録し、8月1日には1 0 0機の 撃墜に達した三つ目の戦闘航空団となった。1941年6月22日から12月5日の間には46機の空中戦での損失と1機の地上破壊と引き換え2078機のソビエト機を撃墜した。トラウトロフトは月夜に吸収を仕掛けてくるソ連機を迎撃する戦術を定め、1942年の1月から7月には JG54 は 何の損失もなく56機を撃墜した。1942年2月には、JG54 は18人のパイロットの死と引き換えに201の撃墜を記録した。1942年4月4日には、ルドルフ・クレム総長により、航空団にとって2000機目の撃墜が達成された。百四十三年二月には、j g 十四は、フォッケウルフ f w 百九十を、 初めて装備した。そしてその月の二十三日に四千機目の撃墜を達成した。九百四十三年三月七日には航空団は一日で五十九機を撃墜した。九百四十三年における j g 五十四の第一飛行中隊はドイツ空軍全体でも最も成功した編隊で、そのメンバーはバルターノボトニー隊、カールシノア軍僧、アントン・ドーベル将尉。 ルドルフ・ラーデマッハ賞イラであり、1943年から1944年にかけて500の空での勝利を得た。1943年7月にトラウトロフトは JG54 を去った。これは戦闘機体総監アドルフ・ガーランドの依頼により参謀将校に加わるためである。こうして彼は57機撃墜と騎士鉄十字章で戦争を終えた。 トラウトロフトが去った後も JG54 は東部戦線の北部で作戦行動を続け、空での勝利を増やし続け、1944年3月23日には7000期目、8月15日には8000目の撃墜を達成した。JG54 の大愛、2、4飛行隊はバルチック地域で戦い、北方軍集団のラトビア、エストニア通過と、 クールラントポケットの東プロイセン地域を支援した。JG54 が数に勝るソビエト機を相手に航空優勢を取り戻す望みはなかった。クールラントの北方軍集団はソ連軍に決して敗れず終戦の日になってから21万人のドイツ兵が降伏した。残った稼働 FW190 はデンマーク国境の都市フレンスブルクへと飛び、地上要員は可能な限り、 ドイツ海軍の船で退避するように命じられた。ディートリヒ・フラバク大佐に率いられた JG54 のパイロットたちは、機体から飛行に不要な装備を取り除き、機内に2名、座席後方の胴体内に1名を乗せた。こうして JG54 最後の90人は、ソビート軍の捕虜となることなく逃れることができた。1943年2月に、 JG54 第3飛行隊はイギリス空軍とアメリカ陸軍航空軍を迎え撃つために西部へと戻った。初期は BF-109 部隊のみで単独行動を行っていたが、後に第26戦闘航空団と結びつきを持った。西部戦線での厳格な集中訓練は部分的成果しかなく、第26戦闘航空団司令のヨーゼフ・プリラー、大佐は 共同作戦を拒否した。そのため、第3飛行隊は北ドイツへと移動し、第1戦闘航空団を支援することになった。飛行隊は戦線に順応するより前に2人の熟練エースを失った。それはギュンター・フンクとフレデリック・クロップであり、1944年5月15日のことだった。この後、第3飛行隊は、 終戦の日まで西部戦線に残り続けることになる。1944年の秋にかけては JG54 第3飛行隊はドイツ空軍で最初に FW190D-9 を装備した部隊となった。この D-9 はノボトニー隊の目262ジェット戦闘機の基地防衛を行い、後に北西ヨーロッパ全体へと広がった。 1944年12月初頭には68機が作戦可能状態にあったが、この後すぐに大被害が続き、飛行隊は遠からず解散することになる。1944年12月29日、この日ただ1日で飛行隊長のローベルト・バイスと12名のパイロットがイギリス空軍により戦死したのである。そして1944年の年末には、 第76駆逐航空団の一部が解散し、そのパイロットたちが、新生 JG54 第3飛行隊を編成した。この部隊は、FW190 を装備して、ベルリン近郊のミュンヒエーベルクで作戦行動を開始し、交通網、対空砲人地、装甲部隊、オーデル川に架かる橋などに対するソビエト軍による攻撃を迎え撃った。消耗した。 飛行隊は終戦の数週間前に第26戦闘航空団に吸収された。戦後に残ったドイツ空軍の資料によれば JG54 で501名のパイロットが戦死し242名が行方不明となり40名が捕虜となった。航空機の総損失は BF109 が1071機 FW190 が746機であった。第 I 飛行隊 第2飛行隊、第3飛行隊、第4飛行隊。ありがとうございます。